お嬢様、ご機嫌うるわしゅうございます。ご機嫌うるわしゅうございます。はい、はい、ということでですね、今回も、お嬢様にこのお食事の、動画でですね、ご紹介をしたいと思います、はい、が、今回なんとゆよりさん、はい、今回来てくださったということで、こんにちは、お待ちして、はい、どうもありがとうございます熊川さんの代打ということで今日来ていただいてるんですけども、はい、熊川さん何してるんですか。熊川さんは今先生という一生懸命個人レッスンを個人レッスン、なんか、まあね、確かにね、来たるところいろいろありそうですから、ね、はい、彼は今ちょっとね、レベルアップ中ということでございますので、はい、その代わりにじゃあ、伊織さんが今回、はいはい、一緒にちょっとこの動画をですね、はい、進めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。では、伊織さん、はい、こちら、お食事のお名前とあと何が入ってるかちょっと教えてください。はい、本日ご紹介いたしますのがホタテと芽キャベツの和風クリームパスタでございます。ご覧の通りゴロゴロと、まあ、ホタテとそしてこの芽キャベツがですね、食感もよく楽しませてくれるパスタでございます。はい、ということで、はい、この動画の趣旨はなんとなく分かっていらっしゃる、いただきます。潔が良いですね。はい、なのでじゃあちょっと、その通りでございます。はい、食べるって言って、いやもう正解でございます。食べるはまあ一つのまあ、はい、動作ではあるんですけども、はいはい、食べて、お嬢様のために、そう、はい、動画をご覧になっているお嬢様に、はい、この、はい、パスタのですからね、説明をしていただくということです。もちろんです。はい、よろしくお願いいたします。はい、じゃあご説明は先ほどいたしましたので、はい、じゃあとりあえず味を、はい、はい、じゃあお召し上がりになってください。はい、これははい、この真ん中に温泉卵が乗っかっているんですよ。はい、ますね。おすすめとしてはどうでしょう。やはり最初はこう混ぜずに、まずこの状態でいただいた方がよろしいでしょうか。スーパーさんのお味をご紹介するのか。いやー、やっぱここからちょっと違いますね。はい、もう熊川さんならもう問答無用でも割っていきますから。割っていきますんで、もう。手が勝手にとか言いますか。一旦ですね、じゃあ。まずはじゃあ、はい、温泉卵を。なしの。なしの。はい。はい。やっていきたいと思います。はい、やっぱそこら辺のね、ちゃんとすぐ選択をしてくださるところがやっぱり違いますね。安心でございますね、我々も。そうですね、我々も安心でございますので。はい。はい。和風パスタというだけありまして、うん、非常にこう、お出汁に効いた。ああ、なるほど。お味といいましょうか。見た目は本当にこうクリームパスタといった形なんですけども、味はこう和風の方に寄っているというような印象なんでしょうかね。そうですね、全然こう洋風という感じは本当に受けなくて、これは一種のこう和食という、なるほど、イメージを私は感じました。なるほどなるほど。確かに、はい、今月はね、グラタンもありますので、クリーム系はそのグラタンに任せて、確かに確かに、見た目はクリームですけども、こう和風の、ね、一環としてこちらをお召し上がりいただくというような形ですね。はい、珍しいですよね。でも和風でクリームが入っているっていうものも、ございますね。うん、芽キャベツも、はい、よろしいですね。シャキシャキとした音がさっきから、聞こえてきたんですけど、はい、食感もいいんですけれども、その芽キャベツ特有のこの、何でしょうね、山菜みたいなちょっとした苦みがあるじゃありませんか。で、これもこう濃厚でこうクリーミーなソースの中でこういう味のアクセントとか、その苦みと食感とで非常にこれは楽しいなと思います。なるほど。じゃあ、伊織さん、はい、そろそろ、そろそろ、じゃあ卵終わりましょうか。卵割ったバージョンはじゃあ香川さんにお任せいただきました。お任せいただいて、はい、あまりにも美味しくて、ちょっと何ですか、割ります、割るところまで割ってくださるんですか。ありがとうございます。ありがとうございます。今のところ大体伊織さんがもう説明してしまっているんですけども、ちょっと私と香川さんのターンもありますので、わかりました。はい、じゃあそこら辺は、はい、じゃあこう卵を割って、ああ、美味しそうですね。一口いただいてから、あれちょっとなんか、はい、最近伊織さん、熊川さんとよく一緒にいるので、ちょっと感化されて悪影響を受けているのではないですか。悪影響、いやでもやっぱりどっちの味もね、よく確かめたいじゃないですか。ああ、はい、なんかそこら辺も似てますね。ちょっと返しもちょっと似てる気がしますけども、はい、これどちらが先だったのでしょうか。卵が先か鶏が先かみたいな。
ところですかね。卵は後ですか。卵は後ですか。はい、一つ結論が出ました。ということで、じゃあ、どうぞ。やっぱ卵が入るとまたちょっと違いますかね、やっぱ味わいというものも。いや、ちょっといたします。そうですもんね、普通にクリームで、あの卵っていうとこうカルボナーラみたいなイメージがあるんですけども、 まあそれと全く違う和風な、はい、和風に温泉卵が乗ってるようなイメージ。本当にそうですね。で、またこう七味なんかもあったりするじゃないですか。あ、そうカルボナーラの胡椒がまたそれも和風になっている、はい、なるほどなるほどなるほど。カルボナーラっぽい見た目だけども、中身は全然違うよという、そうですね、そういう二度の楽しみがあるということですね。キャベツでは、はい、この芽キャベツがですね、私結構好きなんですよ、キャベツ。でも普段いただく機会ってそんなにないですよね。そうですね、季節的にもなかなかこう年中手に入るっていうイメージはないですし、なのでなんかこうそういうあのお屋敷のパスタって結構こう貴重な食材というか、あまりパスタにその普段合わせないような食材というものも結構合わせるものが多いので、そういうものをこう経験していただく、体験いただくっていうのもすごい一つのうちのパスタの良さって思いますね。高橋さん、一つのお皿の中で、はい、もう 何回も楽しめるという、でございますね。でさらにあのワンポイントも、ね、こちらもシェフから伺ってまいりましたけれども、ね、はい、今回あの昆布を使っているということなんですが、昆布だしではなく昆布自体を炊いてそれをミキサーにかけてそれが入っているということでございます。なのでさらに一層、お味にこう、まあ、強さを出しているのではないかなと思います。なるほど。ただ昆布感でが主張するというわけではなく、まあ、全体を非常に整えているといったお味でございますね。じゃあ私も、はい、まあ、春を迎える前にこう冬がございますから、あの冬の間にいろいろとこうやはり体の中にも蓄積してしまうものもあろうかと存じますが、キャベツでそちらデトックス効果も期待できるかと感じますから、ぜひこの時期にはお召し上がりいただきたいでございますね。もう全体的に優しい味なんですけれども、はい、昆布の出汁がしっかりと乗っているというのを感じます。なので、はい、優しいけれども味がその弱いというわけではありませんし、しっかり食べ応えも感じられて、まろやかさが中に作用されますね。あのちょっとなんかこうお上品な大人なパスタな感じの印象を受けましたね。あの入ってるものはこう小粒なものが多いんですけども、なんかいただいてみるとすごい上品な味付けがされているので、あの何と申しましょうか、クリームのこう何と申しましょうかね、こうエネルギッシュなものを和風のまあ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 みたいな大人なあの和風がちょっとこう全体的に和ませてくれている、あのなんて言うんでしょうね、こう突き抜けたものもありながら全体的にあのお召し上がりやすいものになっているなっていう風な印象はありますね。なのでちょっと今回ですね、このちょっと変わったパスタでございますね。味は格別でございますので、ぜひぜひお楽しみいただければと思います。はい、お嬢さんもぜひお屋敷にてお確かめくださいませ。それではお早いお帰りをお待ちしております。ごきげんよう、お嬢様。ごきげんよう、お嬢様。